はい、どうも。石川県の方々を中心に全国そして世界を飛び回り、笑いとスピリチュアルの融合、そして目に見えない世界の見える化を推進しているチャネラー流です。はい。今日もご質問にお答えしていきたいと思います。はい、今日は、チャクラの意味とはということなんですね。はい。まあ、チャクラって言いますとね、まあ、人間、まあ、エネルギーが出入りしているものなんですけども、そのエネルギーの出入りにあたっての、まあ、例えばエネルギーの通っているこう柱があったとしたら、そこにエネルギーの要衝があるんですね。人間の、まあ、体の壺みたいなところがあります。で、この壺を、まあ、エネルギーの壺をですね、チャクラというふうに言っております。はい。またね、チャクラに関してはもう、もっとわかりやすい、説明をしているのとかもネット探せばあると思うんでね、まあ、私のでわかりにくければ、まだネットで調べてもらってもいいのかなと思います。で、このチャクラなんですけど、下からですね、1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番というような感じで、7つ、あります。はい。で、それぞれにね、まあ、その、要所の意味が、あるんですけど、またそれはね、話すと長くなるので、またネットで調べていただければなと思います。なので、チャクラはエネルギーの壺だということです。はい。はい。で、こちらですね。LINE で、友達登録キャンペーンをやってます。今ですと、不動明のパワー付き画像をプレゼントしております。あと、私のホームページ、毎日更新しているアメブロのリンクもこの動画の下に、貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい。ということで、チャネラー龍でした。